はい、皆さんこんにちは、ファナンです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、朝鮮王朝の歴代の、王様、韓国語では院軍と言うんですけども、とりあえず日本語で、王様として、話を進めていきたいと思います。で、今後ですね、この何回かに分けてですね、この朝鮮王朝について、皆さんと共有していきたいと思います。で、今日はまず初めに1代と、2代の王様ということで、テジョですね、最初の王様とテジョと言いますけども、韓国語で。それからチョンジョン、テイシュウと書いてますけども、チョンジョンの2代目の王様についてお話をしていきたいと思います。で、まずはじめにですね、この1代目の王様と2代目の王様が、どのぐらいのこの、年代を、在位、王様として在位したのかということをざっと見ていきたいんですけども、まず1代目の王様が、このテジョと言いますけども、テジョというんで、生年が1335年からですね、1408年まで生きたということですね。それから在位が1392年から1398年までということで、57歳の時にですね、王位に就いたんですね。で、その後は後継者の問題でですね、自ら退いて、そして、息子の代になっていくんですけども、それはまた後々お話をしていきたいと思います。そしてこの2代目の王様がチョンジョンと呼びますけども、その時、チョンジョンはですね、1357年から1419年まで生きた王様で、問題としてはこの1398年から1400年となっているのを見ると、2年しか王様として在位していないことがわかります。これはどうしてなのかということですね。じゃあまずですね、この1代目の王として王様としてテジョですけども、もともとというか名前はですね、イーソンゲと言いますね。李成桂と言いますけども、このイソンゲがどこの出身だったのかということで、先祖はですね、先祖はこの全羅北道であったんですけども、この先祖が問題を起こして、その地方を追われてですね、朝鮮の北東部に移住していくんですけども、そこで彼は生まれていくわけです。で、彼は高麗の時代においては、武将として活躍した、武人ですね、武士だったんですけども、特にこの南から、このよくですね、海賊、特に倭寇という海賊が、たびたびこの高麗王朝ですね、悩ましていたということで、彼はそれを撃退していくというような活躍を見せるわけですね。ですから、そういった功績をもとにですね、かなりその頭角を現していったのが、この、イソンゲだったわけですね。で、この戦争の途中に、ある夢を見るというんですね、この夢が崩れかかったその建物の3本のですね、柱を背負っているというような夢を見たということで、無学大師というこの僧ですね、お坊さんに尋ねたら、これはですね、3本の柱が王様の王というですね、字に似ているというところで、あなたはいずれかはですね、王様になるんだというような解釈をされたというんですね。それをよくよく、この頭にですね、記憶していったんでしょうね。ある時、その、民がですね、元から民に変わって、民もですね、この高麗王朝を悩ませていたというところで、民への出兵が命じられていくわけなんですけども、彼はそれに対しては、かなりその反対をして、いたわけですね。この時期的にもですね、時期的にも、この、梅雨の時期でもあったしですね、とても暑いと
ということで、まあ、病気になったりとかですね、兵士が、そして、まあ、食べ物がですね、なくなったりすると、まあ、かなり大変なんだということであったんですけども、この民へのしっぺが、まあ、強行されていくわけですね。で、結局ですね、この民に行く途中のウィファードという、北朝鮮にあるアンロック川という川、まあ、この写真にありますけども、まあ、ここに着いた時に、突然ですね、この兵士に引き返すようにということで、その高麗の首都であった、まあ、海西ですね、ケソンという、まあ、ところにですね、ケソンですね、ところに、向かってですね、そしてここを制圧してしまうということで、まあ、クーデターですよね、一つの。まあ、そういったところで、イ・ソンゲが、この王朝を掌握していくと、武人としてですね、ということですね。その後、1392年に、まあ、朝鮮王朝を、まあ、開いていくわけなんですけども、まあ、彼がですね、実質、まあ、王様として君臨していくわけですね。高麗王朝を、まあ、一掃して、自らがこの王様として立っていくということで、1393年には、まあ、国号ですね、国の号を朝鮮というふうにして改めていくわけですね。まあ、これは、まあ、明からの、まあ、推進してきた国号ではあったんですけども、まあ、そこで、選んで、そして定めていくと。で、その当時はもう57歳だったんですね。ですから、まあ、かなりの年でもあったわけですね。1394年に、この首都をハニャンに移したんですね。このハニャンというのが今のソウルであったんですね。だからそのソウルがこの首都になったのがですね、この朝鮮王朝を開いた後だったということで、この時からガラッとですね、国の体制というんですかね、この支配のその仕方、制度、すべてが変わっていくんですね。ガラッと変わっていく。何が一番大きかったかというと、やはりこの仏教から儒教の国に、国境をですね、変えていくと。国全体がそれに従っていったわけですね。で、一番大きかったのは、何よりもその王を中心とした権力ではなくて、この臣下が権力を持って、まあ、臣下がですね、ここに漢字で書きましたけども、まあ、華僑によって選ばれた、まあ、そういう誰でもですね、試験を受けてですね、そして臣下となって、そして国を治めていくと。いうようなところで、キョンヨン制度というものを作ったわけですね。まあ、これは王様と臣下がこの学問を中心として話し合って、そして国の制度を決めていくというような制度なんですね。ですから、王様であってもですね、勉強しないといけないということで、まあ、かなりのその王様が小さい頃から勉強して、そして、まあ、中国の古典とかですね、儒教、儒学ですね、朱子学を学んでいかざるを得なかったとも言われています。それからやはりこの王様だけじゃなくて、まあ、チョン・ドジョンというですね、この儒学者が、まあ、このハニャンにですね、首都を定めながら、この今あるその四大門ですね、南大門とか東大門ですね、まあ、これを風水地ですね、というふうにして、陰陽五行、陰陽五行思想というものを中心として、この国、まあ、国だけでなくて、首都ですね、町を作っていくというようなことになります。まあ、これに関しても、私の動画にありますので、ぜひ参考にしてみてください。で、テジョ・イソンゲとその後ですね、後継者において、まあ、かなりのいざこざがあったというんですね。それは何かと言いますと、最初の妻がですね、新義、王妃ですね、新王妃の監視という人から、6人の子供がいたんですね。それから新王妃から監視とですね、2人の息子がいたんですけども、まあ、どちらかというと、イソンゲはですね、この交際の方をよく愛したというところで、まあ、そこからちょっともつれていくんですけども、まあ、新義王妃の監視の五男であったですね、バンウォンという人、イバンウォンという人はですね、とても実力があってですね、そして、まあ、信頼も勝ち得ていたと
というような状況であったんですね。で、その後、この交際であった新独王妃の監視の、息子さんですね、蛮族をこの手錠ですね、イ・ソンゲがこれを後継ぎとして指名してしまうんですね。まあ、そこから蛮王がとてもこの、なんていうんですかね、反発をしながら、この蛮族を王様にならないようにですね、仕向けていこうとするわけですね。で、このチョンド、さっき言ったこのチョンドジョンという儒学者が、側近なんですけども、どちらかというとこの蛮族の後見人でもあったわけですね。そしてこのチョンドジョンが蛮王を中心としたその権力者たちを集めてですね、そして殺そうとしたという事件があったんですけども、逆にですね、逆にこのチョンドジョンとイーバンソクが殺されてしまうということで、これを第一次王子の乱というふうに言われています。このバーゴンという人がですね、権力を握ろうとしていくわけですね。で、これにショックを受けたこの手女が1398年に次男のバンカというですね、王位に譲っていくわけです。ですからこのバンカという人が実際にこの王位に立てる人ではなかったんですけども、手女はこれを、なんていうんですか、こういった事件にショックを受けてですね、王位を自分から譲ってしまうということであったがゆえにですね、結局は2年間しかですね、在位しなかったという話になるわけですね。この人がチョンジョンという2代目の王様ということになります。そして、この四男のですね、バンカンという人がですね、ちょっといろんな名前が出てきて、ちょっと複雑なんですけども、バンカンという人が自分がこの権力を握ろうと思って、そして、反乱を起こすんですけども、これは結局は失敗して、イバンウォンがですね、この島流しにしてしまうというようなところで、最終的にはこのテジョン、このテジョンという人は、先ほどイバンウォンですね、イバンウォンが3代目のテジョンになっていくわけです。こういった形で1代、2代が終わって、3代、4代目、4代目にですね、このセジョン、ハングルの創始者のセジョン大王が出てくるというような流れになってきます。いろんな名前が出てきてですね、ちょっと韓国の朝鮮の場合はですね、この家系とかですね、いろんな争いがあってですね、いろんな名前が出てくるので複雑なんですけども、とりあえず王様を中心として考えていきましょうということで、王朝の歴史を今後も見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。